カオパアメリカンは、フライドチキン、ハム、ホットドッグ、レーズン、ケチャップなどのアメリカ風な食材を使った太陽国における中華風チャーハンである。原理はアメリカ風チャーハン。パイナップルやクルトンなどを入れて焼き上げることもある。チャオクルン新聞編集長ビラスマネーワットの妻で、アルクンインスレーパンマネーワットは、 自らがカオパアメリカンの海の親であるとタイのとある雑誌の取材で答えた。彼女はドンムアン空港にあるレストランの一つ、ラチャタニレストランを経営していたが、ある日、ある航空会社の飛行機が欠航になり、目玉焼きやソーセージ、ハムなどといった仕入れていたアメリカンブレックファストの食材が大量に残ることとなった。そこでスレーパンは余った食材を チャーハンの国する着想を得た。このような経緯から、タイ語でアメリカ風チャーハンを意味するカオパ・アメリカンと命名された。カオパ・アメリカンが初めて作られたのがいつであるかは定かではないが、彼女が英国留学のためにタイを離れた1954年より前の時点であることは判明している。なお、カオパ・アメリカンはベトナム戦争の戦時中に タイに駐留する米国海兵隊と、米国空軍の兵士のために作られたものが最初で、公安者もタイ人シェフのゴージェックであるとする説を信じるも、者もいる。いずれにせよ正確な資料が残っているわけではないため、どちらの説が正しいかは不明である。ありがとうございます。